ここはどこだ。覚悟。女、何の真似だ。まあ言いたくなきゃいい。女に恨まれるのは慣れっこだからな。ただ一つ言っておく、今度同じように切りかかってきたら、その時は殺すぞ。おい女、お前俺と同じ国の人間だな。何が起きたかわかるか。昼なのに空が真っ暗になったところまでは覚えてるんだが。だんまりかよ。まさかお前が俺をここに連れ込んだわけじゃねえよな。私じゃない。でも私の思いがあなたをここに導いたのかもね。はあ、なんだよそれ。また会えて嬉しいわ、エッシャ。なぜ俺の名を知っている。ちっ、こいつじゃ話になんねえ。ここにいる10人はそれぞれがペアになっているようだな。確かに言われてみればそうか。つうことは俺の相手はあの変な女か。お前とあの女はペアという感じではないが、知り合いではないのか。見たこともねえよ。俺はギャリック、こいつはアルト。俺たち城攻めの最中、急に夜が来た。敵も味方も凍りついたように動かなくなったと思ったらここにいたというわけだ。ま、俺も似たようなもんだ。ペアの件も含めてこの状況、いろいろと興味深い。そう思わないか。何が興味深いだ。めんどくせえだけだぜ。そうか、めんどくさいか。俺な、気づいてるか。ああ、誰。おそらく俺たちをここに招待したホストだろう。ただのパーティーに呼ばれたというわけではあるまい。何を言ってくるか楽しみだ。各大陸から救護されし最なんだ。人間。いや違う。こいつ一体何。我が名は大弁者エッシャー、ミューシャー、シャモン、イルカ、アイタ、マナ、ギャリア、アルト、そして
オーガ、バティ、ごついの超人たち、真の戦士を決する闘技場ある。これよりお前たちには命を賭して戦いやってくる。命をかけて戦うだと？お前たちは二人で一匹の必要、隣の者はその道を共にするパートナーとなる。無論ただで戦えとは言わない。最後まで残ったペアには不老不死の肉体を与えることを約束する。不老不死。ペア？まさかこいつと？アルカ・アレーナへの参加を拒否することはできない。また我が戦いを告げる時以外での争いを禁ず、いずれも破ることがあれば死をもって償ってもらう。その前に答えろ、ここはどこだ？どうして戦わなければいけないんですか？質問に答える必要はない。ふん、戦えと言われて正直に殺し合うバカがいるか。お前を殺してここから出る、その方が手っ取り早い。戦いに参加する意思なしと理解すればいいか。いや、戦う意思はある。ただ俺の戦う相手はお前だ。従わない者には死を。戦士では、アルカ・アレーナを戦う資格はまだ得ていない。アルカ・アレーナに参加するためにはこの扉の外から指輪を持ち帰り身につける。指輪だと？なんでそんなものを？いずれにしても従わなければ殺される、それだけは確かだな。とりあえずは言うことを聞いた方が良さそうですね。
前を見据えて踏み出す。逃がすかよ。何？邪魔なんだよ。私は私の目的のためにあなたたちを犠牲にする。面倒くせえのは嫌いなんだよ。
邪魔なんだよ。私だって。せっ。ちさっさと終わらせようぜ。まだ諦めるなよ。必ずし。この罪から目をそらさない。